吉明かき元年九三月十三日は、室町時代の僧室町幕府第三代将軍、足利義満の子息で、第六代将軍、足利義則の異母帝。大覚寺門関となり、官職は大僧城に登りたびたび当時長者を務めた。王永十一年、室町幕府三代将軍、足利義満の子として誕生。 母親は不明だが、欧永13年に、裏、松重光の養子として養育されていた、吉光の3歳になる男子、妙法院伝が、年齢的に、吉明と同一人物と考えられている。重光は、吉光の性質、康子の兄弟であり、そこに養子あるいは里子に出されたということは、聖母も、またそれ相応の社会的地位を持つ羊だったと、推測されている。 また、妙法院殿という称号は、吉明がはじめ妙法院で出家する予定だったことを示す。欧二十一年に大覚寺に入って出家し、同二十六年に大僧正春孫を同志として、感情を受け、欧二十九年と同三十四年に当時長者に部任されている。二度目の当時長者部任の翌欧三十五年、一人息子の吉和の死後、 後継者を定めないまま幕政を取っていた兄吉持が既得に陥ると仏門にあった、その四人の弟の中から次の室町殿をくじ引きで決定することになった。吉持の死後公表された時期室町殿は11歳年長のイボ兄、少年陰門跡義縁であった。吉則は幕府権力再建に尽力したが、 猜疑心が強く些細な理由で、処罰や殺害された武家や公家が相次いだことから、人々から万人恐怖と呼ばれ、恐れられた。影響6年には、吉明の洋風裏、松重光の着難である、義士が何者かに殺害された上、首を持ち去られるという事件が起こるが、これも、吉則の指図によるものとの噂がすぐに立ち、やがてこれが公然の秘密と化した。 当時義士は、義則の歓喜を被り撤居の身だったが、折しも義則の側室に上がっていた妹の重子が、長男、千夜茶丸を産んだことから、撤居中の義士の屋敷には、多くの者が祝いに訪れた。これに立腹した義則は祝いに訪れた者を、ことごとく処罰しているが、義士の返死は、その直後のことだったのである。また、義満時代より高齢となっていた。 大覚寺門関が室町殿を訪れて将軍家のために祈祷を行う慣例が途絶えた。このようなことがあり、吉明は吉則と次第に疎遠となってゆき、それと共に吉則は吉明にも祭儀の念を持つようになってゆく。影響9年7月11日未明、吉明は密かに大覚寺を抜け出し蓄典した。吉則以下幕閣は、 大覚寺が南朝ゆかりの寺院であること、またこの頃鎌倉久保、足利持氏が半幕府の動きを見せていたことから、吉明はそのどちらかと結んで出奔したと判断、機内各地で捜索を開始した。翌月には吉明が吉野の天川で現属し、三井寺にいた、節制神皇の子、縁種や山和国の豪子、 落つただし道と共に拒兵したという情報が入り、翌影響10年3月には、山和国に一式吉綱率いる討伐軍が派遣されて、9月には、吉野で反抗していた、大覚寺の僧侶と山梨求神が撃たれた。これを、大覚寺、吉明の乱と呼ぶこともあるが、実際のところは一連の騒動の期間に、吉明が吉野に滞在していた証拠も、拒兵の中に、 義明当人がいたことも、それを確認できる文献は存在せず、風雪が一人歩きしたことも考えられる。その後の義明の行動にも、少なくとも、鎌倉久保との関係を示唆する資料は残されていない。吉野で、足利義則の命令を受けた、幕府軍が義明を捜索していたが、影響10年3月に、実は義明は、四国にいるという情報が、 幕府に伝えられ、やがて、土佐国の国衆、佐川市の保護下に置かれていたことが、官僚細川の地の発給のおうち書きなどによる土佐、阿波の諸国衆に対する命令で明らかとなっている。さらに、影響12年頃には、吉明は、九州に移って原属して、御子というと名乗り、日向国の国衆延べしの保護下に置かれていることが、明らかとなった。そこで義則は、 日向守主語を兼ねる薩摩主語の島津忠国に、吉明討伐を命じた。しかし、島津屋中では、吉明擁護論と討伐論に割れていたと推測され、までの工事時房の打ち記には、伝聞記事として、島津氏の所流の人物より、幕府に対して忠国が吉明をかくまっているとする、密告があったと記述している。そこで吉則は、 忠国と面識のある赤松三つや大内持よらを通じて説得に当たらせた。当初は、吉明討伐を渋っていた、忠国も度重なる吉則からの命令と、幕名違反に不満を抱く家中の意見双方の圧力に屈する形で、重心の山田忠隆、新色忠臣らに、吉明討伐を命じた。 ただ国の心境は複雑であり、ただたからにはやむなく打ち取って、首をはめるとしても、吉明の基人としての名誉に配慮するように命じている。やがてただたからは、駆使官営徳寺にいた吉明を包囲した。吉明は逃げられずと悟って自害した。なお、吉則は、薩摩から吉明の首が届くと大いに喜んだという。ありがとうございます。